はい、どうも、こんにちは、テレポンです。今回なんですけど、今日はね、皆さん、今、海外で話題になっているものを知っていますか？今でも僕、泣きそうになるんですけど、これって結構、すごい悲しい話なんですけどね。そういう、今、この、テクノブレードっていう人が、病気にかかって死んでしまいました。笑うなよ、お前。そういうね、死んでしまったんですよ。一年前、ちょうど一年前に、テクノブレードさんは病気にかかってしまった。もう英語ではキャンサーなんですけど、病院に行ったら、そのキャンサーだと認定されて、それで、これでずっと一年間過ごすことになりました。それでテクノブレードさんは、ちょうど最近に死んでしまいました。今、それで海外にすごい、今海外ですごい人気なんですけど、まあ、これはもうしょうがないというか、海外のメッセージを日本に伝えたいというか、マジでテクノブレードさんはとてもいい人だと思うし、僕だってずっとそういうマイクラ実況とかすごい参考にさせてもらいまして、ありがとうございます。頑張れ。